はい、今お客さん帰ったところですね。11時30分過ぎました。さて、これから鶏ガラのスープを取ります。鶏ガラのスープって俺まだ一回も取ったことないんだよね。なんか茹でなきゃいけねえんだよなって知ってるんだけどさ、茹でるのどうやるのっての知らなかったですね。まずは沸騰したお湯で湯引きしなきゃいけないから、それをやっつけたのかね。それで3時間煮るんだってね。とんでもねえじゃない、おい、3時間も煮るのって感じするけど、まあ人生において3時間って言ったら大した時間の長さじゃないよ。人生出ました。で、料理作るときは何度も申し上げますが、何度もよいしょ、ちょっと眩しいからね、こっち白内障も結構、他のことを一緒にやりましょうね。はい、これ鶏ガラをね、鶏ガラ、これだね、鶏ガラ、生き肉も鶏ガラだね。どうしようか、問題はですね、ねえ、こういう部位があるでしょ、見えるね。問題はここだよ、ここなんかこうカリカリってやった方がいいような気もするし、爪がある、爪がすごいね、すごいね。鶏ガラのスープね、湯をさっと通してそのまま煮るっていうことで、昨日この首はねもう食っちゃったの、首にこう切って入れて、この辺もあれだよね、きっとこういうところの細かい肉とかも美味しくなるんだろうね、美味しくね。で、鶏ガラをやっつければいいでしょ。それこれが、多分胸肉ですね。昨日はももを買ったんで、これは手羽先でしょ。で、これはささみと、これどこなの、脂肪みたいな部分だね。これ油かな、ねえ、教えてすごいね、この間まで歩いてたんでしょうね。今じゃ我が家でこうやって食べられちゃってますね。その美味しい魚に比べて、美味しい鶏に比べてちょっと落ちますこれね、これで380円、60円だってさ、ちょっとね。けどまあ、生命は私のところに来てくれましたからね。でもやっぱりね、出汁に入れなきゃいけないよね、鶏ガラにね。こんなもんなんだね。ここに沸騰したお湯をドコドコって入れてやって、これあれだね、なんか解剖学始められそうだね。そんな多くは多分取らないとは思うんでね、このぐらいでしょ、このぐらいで OK ですね。ネギと生姜とニンニクを用意しましょう。ネギこのぐらいでいいか。魚ね、これ焼いちゃいます。とにかく焼いとけば食えるから焼くの。いい？わかった？焼くんだよ。このぐらい葉っぱの方は
まあいいか。そうだね。それでニンニクを。ニンニクリ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 。4つ、3つぐらい入れときましょうかね。ニンニクニクニクですね。ニンニクニクニク。軽く塩だろうね、だしは。だしだって、スープ取るからね。なるべく水は少ない方がいいだろうね。3時間ぐらい煮るっていうから。3時間なんか3時間って言うとあれだよね。なんか、大使館で悪いことをする人みたいなね。なんとか3時間ペルソナノングラータとして国外退去を命じられました。ねえ、みんな自分の国のために命を捧げてるんだ。はあ？これをね、入れちゃう。はい、これでもう OK かな。こっちもこれでいきますからね。これで鶏ガラスープには何の鍋を見るかというと、こっちにありますね。ここにいます。これね、ビタグラス、これでやりましょう。ちょっと少ない量で大丈夫だと思うんで、水を多めにして弱火でずっと温度をかけていってみましょうね。これね、鶏ガラスープを、それで鮭を焼くと。この鮭はね、普通にご飯の代わりに食べます。パク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 ってパク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 ー。よいしょ。何よりも大変なのはこの、なんていうの、魚焼きレンジだよね。鮭は丸本芳郎さんが鮭ってすごくいいよねみたいなことをね、著作の中で何回か書いてますよね。常備品として最高ですみたいなね。まあ丸干し鮭も僕は好きだけど、で鮭は、5分ね。最初の5分は何だっけ、なんかする5分、粉を温める5分ね。それでこのぐらい使ってやります。おにしめにね、入れますからね。このぐらいあれば十分ですね。で、このお肉はもうそのまんま、次の料理で使われるんで、この中に入れておきましょう。それでちょっとだけ塩を置いておいた方がいいね。これも叩いてあげます。鶏団子にしてやるとね、ちょっとだけ鶏はね、シャモは別だって。でも鶏は本当に鶏臭い感じがして、僕は気に入らない。私は気に入らない。もうちょっと言うかな。両側のこの尻尾の方ね。皮は天ぷらに
フライ揚げたりするとおいしいので、よく使いますよね、皮はね。今日は何にも入れないシンプルなパターンでやってみましょうかね。ネギを入れて刻んだり叩いたり、生姜すって叩いたり、いろいろとするんですけどね。今日はちょっと塩振っただけですね。はい、これね、今沸騰してきました、ガラガラとね。じゃあこれで湯引きしましょう。湯引き入り現場、どうするんだろうね、これね。ちょっと熱いと思う、これ大変だ。あっし、あっし、これなんか随分、あ、ここうまそうだね。もうこれでいいかね。よし、もういいことにしようか。はい、まだお湯がね残ってますから、お湯を取って、1リットルぐらいなんだろうかね。どのぐらいがいいんだろうかね。これね、ここに入れちゃいましょう。これはまたここでしょ。多いかな、もうちょっと少ない、塩少々とかね。こう入ってね、あの顔出さないようにね、こうやって。あれ、蓋どこ行ったの。蓋がない、あった。はい、全部出しましたね。じゃあ、鶏のスープストックですね。やっぱこれ、細麺だよね。細麺のラーメンだよね。当然ビールだよね。これはまだ当然5分はね。長くね、魚入れたことある人ならわかるんだけど、魚ひっつくんだよ、これ。このまま15分ドカンっていくと。一回この辺乾いたところで返してあげて、その上で用意してあげる。食事ってのはもう何種類もいろんなものを用意しておいて、それを食べたい人は食べるっていうのがね、大事ですからね。ほら、ここでは、うちの奥さんが朝作った揚げ物のやつがありますから。どこだっけ、あ、そうだ、ここに逆さ豚ってありますね。逆さ豚ね、ひっくり返してる豚。これ逆さ豚って小さいな。一番でっけえ逆さ豚、あ、ここですね。ここありましたね。これね、こうやって、ここをこうやって、サイズぴったりじゃないんで、よくこの豚使いますよね。これこっちは置いていきましょうかね。で、これの人がカタ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 っていうふうに言い出したらね、沸騰し出しますからね。日本酒の方が良かったんだっけな、清酒でやるって書いてあったっけな。ね、これだんだん水蒸気が上がってきてますね。はい、もうちょっと頑張れ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 。
お前入れてみようか、今日は。いや、何も入れないって決めたんだった。忘れてましたね。このまんま、ザバ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 って言ったら、あ、ネギも入れてやりたいよね。青頭のネギがあるからね。ちょっとネギ入れていい？ごめん。今もう俺、誘惑に勝てなくなっちゃって。あ、いけない、こんにゃく。あ、まだあったね、大丈夫だ。ネギをここに折り込むと美味しそうな気するでしょ、どうしても。誘惑にはかなわない。小麦粉とかつなぎが入ってないでしょ。純粋に取りに行くだけなんですね。でよくここに小魚入れたりすることもあります。赤いエビ入れたり。ほうほうね、こういうのやってるからね。太古の昔に帰ったみたいなね。あばばばびば何それ、太鼓の昔語。どんつく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 太鼓そういうのね。大抵ごま油入れますね。ごま油が入ると照りが良くなるので、粘りが出ますよね、ごま油とね、醤油ね。やっぱりいつものようにめちゃめちゃね、5枚入れりゃよかったね。ここね、あと味噌入れるとちょっと変わってるねみたいな味が出てきますよね。味噌の段階も美味しいんだよね。味はちょっと強めの方が美味しいからね、味噌入れちゃう。今日は何も面倒なことしないのつってね、生姜まで持ってきてましたね。生姜まで持ってきちゃったよ、俺今落としてきたよ、ごめんよ、ごめんよ。いいじゃねえかな、勘弁しろよ、勘弁しろよ。なめろうみたいなね、このままパッと食えそうでしょ。やめた方がいいと思うよしかし無理だね、こうやって団子作るのね。無理団子だけど、このまま入れます。あんま団子に固めないでザザザザザってね。はい、こっち肩が入ってきましたね。おお、どうした。ここでアクトレイって書いてあったな。アクトレイあんま出てねえじゃん。このままでいただくよ。3時間で、こっちはおっと、あ、もういいか。あんま焼きすぎるとね、パサパサになりますよね。で、この鮭の味見て、あんまりしょっぱでねえなってことになったら、
先に作っときますね。みりんを煮切って、みりん醤油を煮切っていきましょう。いつもは醤油だけなんだけどね、今日はちょっとみりん醤油にしたね。で、こっち側に、これはね、お風呂のレシピなんだよね。レシピなんていう大げさなもんじゃないよね。ただ鮭焼いて醤油に入れるだけっていうね。砂糖入れたりすることもあるんですけどね、もうこれ十分に入れてますんで、焼けてますんで、ね、焼き浸しってのはそもそもこう焼いて、焼いた後でちょっと出汁のタレでね、こうやってね、もっと色がね、沸騰させないっていうのはね、大事ですよね。もうちょっと広いぐらいからすればね。こうやってね、はい、じゃあこれで焼き浸しになりましたね。はい、取り替わりで、こっちの大根を刻んで入れますか。よし、ノーマルの大根なんでね、こっちを入れます。この人たちは沸騰したところに入れますからね。登場は後、はい、来ました。三角揚げがね、あるからこうするんで、でも安売り。おう、なんかここに、うわうわ、なんか大騒ぎになっております。まあいいやね。はい、ちょっと前のハンサムがね、うわダメだこれもう腐っと、うわー畜生、面白くね。こういうのはもう洗って使えるレベルの腐り方と、もう全然ダメっていうレベルの腐り方があるね。三角揚げって中にひき肉入れて煮ても美味しいですよね。まあちょっとそんなにまだ、で一口で食える大きさにね。うん、匂い大丈夫。よいしょ。この大根はね、そろそろ冬の大根ですね。冬の大根、ね、なんだっけ、小林なんだっけ、ね、冬の大根。あ、じいちゃん来たかな。じいちゃん、カモン、どうも、ちょっと待っててね。今、鬼締め作り中、テレビ見てて。
絶好調だね、おじいさんね。絶好調ですな。ちょっとコロミを出してやってね、今日は。コロミ。スペースコロミ。はいはい、うん、どっこい、どっこいだ。お店はね、先に行ってたのも美味しかったですね。お店を始めました。これちょっと弱すぎるかな。締めがこのまま進みます。それでおじいちゃんのご飯を作りましょう。おじいちゃんのご飯は鮭だね。鮭のおにぎり見て、ね、こんなにある鮭、これをおにぎりにして入れちゃいましょう。で、ご飯を一つくらい握って、でも鮭おにぎりでなくてもいいんだよな、あんまり。それで塩をね、手につけて、これね、thank you。
まいですよ。で、ラップだね。はい、おにぎりでございます。で、お味噌汁だね。お味噌汁は冷たくていいかな。はい、そしたら、なんかやりながらね、他のことできるからね、煮詰めて。そんくらい時間もその分かかるけどね。今日作ると3日ぐらい持つから、この量だとね。その分だけご飯食べなくていいからね。父さん、できたよ。テレビそのままつけて、ちょっと俺も聞いてたいから。ね、この辺は味噌汁は冷たい方がいいかな。ちょっと温めようか。やっぱここ肩が出るね。こんなだね。パッてやめない面白いのな。しまった、じじねていっちまってよ。後から聞くとバカバカしいんだよな、こうやって。このままずっと煮ます。なくなるまでね。で、半分沸騰してきたぐらいで、あれを入れますよね。はい、次は違うで、今日おにぎりだよ。はいはい。今日キャベツお休みね。ああ、いいよ。ブロッコリーあるからね。キャベツお休みだよ。そこでマヨネーズ。キャベツ刻むの忘れてた。あ、菊があった、菊が。菊が。はい、じゃあ飯を。鶏の唐揚げは直子さんが朝作りました。よいしょ、ゆっくり食べてね。はい、召し上がれ。はい、おいしいの食べてね。こういうふうに気にしてたので、動線上から生物を外して、生物っていうかね、それを外さないといけないんですよね。
うまいかね。ごままぶしても美味しいよね、多分ね。塩ごま今度まぶしてもらったちょっと雑味が出るんだよね。今度蒸してみようか。はい、じゃあまんまいきましょうか。すごい美味しい。美味しい。このままちょっと長くかかるね、これはね。20分ぐらいかかるでしょうね。15分かな。その隙にじゃあ後片付けをして、これもご飯を置くかな。どんなだね。ちゃんと12時に来たね。ちゃんと12時に来ましたね。はい、後片付けはこんなもん。この辺までやったらもう十分なんでね。包丁は外して、あんまりすぐ後片付けしようとしたら引っ掛けちゃうからね。少しずつ後片付け、怪我しないように、怪我しそうなものはみんな片付けるね。それは大事。ここは綺麗になってないと後々は大変だから、ここはとにかく切れます、ね。で、あそこで一生懸命カタカタ鳴ってるのはカタカタになりました。だね、少しずつ見えてるね。これはこのまま。この量が半分になるぐらいで、多分あの大根はちょうどいいので、で、火を止めますね。ああ、生姜の香りがやっぱするわ。うん、これはなかなかうまいで。このぐらいでいきましょうかね。はい、ということで、ああ。お昼に夜のご飯の用意をしました。3日間ぐらいある食べてますね。ということで、なんかアメリカの中間選挙を見ている斉藤家からお別れです。おじちゃんどんなだね。食べやすいかね。
まいよ。おにぎりうまい。うん。今日もいい天気だね。はい、ということで、僕もご飯を食べます。じゃあね、バイバイ。